めろ。青コーナー121パウンド4分の3 USA。 ここまで21と12 KO 3敗。最終ランキングは WBC 世界バンタム級12位、 WBO 世界バンタム級第8位、サム・ザ・ビーストサンチェス。そしてもう一度世界に挑戦するために3回中止の場を飲み込むのか、サウル・サンチェス。同じくビニー・マーティン、同じく飯田哲也。改めて本日のメインイベントです。福地雄二、スーパーバンタム級の契約から変更されまして、128パウンドおよそ 58.0 キロ10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん、注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい、さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の京口選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおお、いきなりいった、ついた、おっと、しかし右を入れた、あやっと手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウントあったんですけどね、勝ち後に、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ、ジャブ、ここで左フック、サンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、攻勢一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここはタイミング合ってますね、左フック2から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、